はい。では、こんにちは、こんばんは。ということで、月刊むしみる編集部の、写真家の村松です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。大阪府でグラフィックデザイナーやってます。豊島です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はーい。いつもはね、この二人で、座談会っていう形でやらせてもらってるんですが、今日はですね、漫画家の笠迫飛鳥さんに、来ていただきました。はい。じゃあちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？はい。昆虫の漫画とイラスト描いてます。笠迫飛鳥です。よろしくお願いします。おー、本物いやー、俺ら本当はミーティングで何回か会ったことあるけど、みたいなね。はい。ちょっとだけね。はい。ムシミル、簡単なね、ムシミルの説明なんですけど、もともと、写真家の僕がですね、撮ってる写真を使って、ウェブの方でね、昆虫のことをもっといろいろ知ってもらいたいなと思って作り始めたウェブサイトの方がですね、たくさんの人に見てもらえるようになってきたので、もっと楽しんでいただきたいなと思って、こんなね、月刊ムシミルっていう、ブックレットの方、毎月制作させていただいております。で、こちらの方でですね、2号からになるんですけどね。2号からになるんですけど、こういうとこにですね、アスカさんの漫画とかを、少し掲載させていただいているんですね。で、もう1周年過ぎましてね、たくさんアスカさんの漫画も溜まってきたりとかしていたので、はい、出すよ。ダダン。バダブダン。ダダン、イェーイ。ー。はい。こちらの新しくブックレット。月刊虫見ると、笠迫飛鳥さんのコラボのブックレットっていう形でですね、今回一冊作らせていただきました。はい。で、これ。回す？裏も可愛いけどね。これ裏も可愛いんだ、これ。うん。そう。何個つってた？2号ね。2号から、アスカさん書いていただいててね。そこから10本ですね。10本の、今までの4コマの方を、一応再編集っていう形で、作らせていただいたものと、まあなんかこんな感じですかね。もちろん月刊ムシミルの方で使ってた写真とかね。使ってなかった写真も載せたりとかしてるんですけど。はい、こんな形で新しくまとめながらですね。今回書き下ろしの漫画の方もアスカさんに、出していただいて、はい。出していただいて。ありがとよ。吉村さん、吉村さん、ノリが関西のノリになってるね。大阪の人間なんで。ねえ、まあ、こんな感じでね。はい、新しくできたので、今回、アスカさんにも来ていただいて、記念のね、座談会っていう形で、できたらなと思っております。はい、次でじすか。ゃあ、はい。アスカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いしおます。願いしはい、よろしくおま願す。いします。はい、ということで、何から喋ろう？ネタはいくつか出てるんだけどね、ここにね。あ、こっちやった。私 もこっ見ちえだないけわ。どね。ああ、そうそう。あるんだけどね。はい。でもまあ、せっかくなんでね。あ、でもあれか。ちょっとあれだけ喋っときたいかな。最初の出会いとか、アスカさん覚えてる？ああ、あれですよね。引用リツイートしてくれたのに私が絡みああ、そうそうたやそう。つ。そうそう。覚えてた。そうだ。そうそう。いや、僕もね、ツイッターとかやっているんですけど、ツイッターとかやっているんですけど、まあ、はい。存じております。あ、存じていました。やってるんですよ。まあ、いろいろ昆虫もの好きなんでね、いろいろ。写真だけじゃなくて、いろんな昆虫関係のもの見たりもちろんするんですけど、その中でね、たまたまイモムシの漫画見かけまして、可愛かったんですよ。そう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 。で、可愛かったんで、引用リツイートして、ちょうどね、あれいつぐらいやったんかな？でも2号から書いてもらってるから、作ってる最中か、出したばっかりかぐらいの時だろうね。あ、なんか、あ、こういう雰囲気のイラストとか漫画とかで昆虫のこと紹介しても、ちょっと月刊ムシミルでもまた違った雰囲気出るんじゃないのかなとか思って、引用リツイートで何て書いたかはあんま覚えてないけど、うわ、こんなん載ってたらいいな、みたいなこと自分で書いたと思うんだよね。そしたらアスカさんが反応してくれた。
っていう感じやったと思うけど、そんな感じやったよね。そんな感じです。え、いや、やりましょうか、みたいな。あ、ほんま？じゃあちょっと一回打ち合わせでもするとか、あれは DM で送ったんかな？ そうそう。そんなんでほんまに、そう、こんな感じでオンラインで打ち合わせして、あ、じゃあ、書こっか、みたいな。うん。いいよねーって言って。で、豊島さんにも、ちょっと紙面をもうちょっとキュッとして開けてくれって何もない状態で作ってて、これ初稿ですって送ったら、あ、ごめん、4コマが入るってなって。4コマと思って。4コマ入る。あ、ありがとうございます。了解ですって感じ。はい。そんな感じでね、入れたりとかしておりました。はい。そこからのね、付き合いで、もう迷子を書いてもらってるんでね。はい。今回これに載ってるのは10本とかですけど、もう何本書いてるんだろうね。もうそこからさらに何本か書いてもらってるんでね。これが、あれですよ、アスカさんもこれが、いっぱい売れたら、ぜひ2本も作りたいんでね。よ、売れてく頑れ。張って、頑張って宣伝していきましょう。めっイキちゃモニアかでわもいい。頑張るぞ。あ、イキモニアの宣伝は最後だったね。めっちゃかわいい。はい。そう、めっちゃ可愛い。裏も可愛い。アスカさん、どこがお気に入りとかある？あ、どこが？全部。でも裏めっちゃ可愛いっすよね。いや裏可愛いよな。いや、でもほら、アスカさんのスタンプ使ってるんやから当たり前やん、みたいな可愛さあるよね。やっぱ、なんでしょうね。こう、多種多様ムシムシみたいなのって、ちょっうと、ん。可愛いっすよね。かわいいよね。で、あれだよね。アスカさんも基本が、芋虫って言った方がいいのかな？幼虫って言った方がいいのかな？輪翅目系のね。妊娠も不景のね、芋そう虫。そう。蝶とか蛾の幼虫とかだよね。基本書くのが。そうですね。うん。でも、月刊虫見るの方ではね、いろんな昆虫との出会いをテーマにね、書いてもらってるんで。アスカさんはこうやって、全然違うの書くわけだよ。大須賀芝とかね。めっちゃレアなんだ。うん。レアだぜ。え、書いてることある？ツイッターとかでも。そ芋の、虫以外。他では全然ないですね。うん。一回ウミウシとか見た気するけどね。ああ、書きますね、ウミウシ。おう。ウミウシもなんか、イモムシみたいなもんなんで。ああ、そうやったんや。知らんかった。私も知らなかった あ、そうか、そうか。ね。こうやっていろいろ書いてもらってるんでね。で、表紙にもね、たくさんこうやって登場しまして。ダッ入シュるとよか。く見えねえ。うん。なんかこの、その虫見るで出会ってる昆虫が表紙にまとまっとるじゃないか、かわいいじゃないかって、かわいいわーっがて、ね。そう言ってました。で、これ、豊島さん気づいてるかな？え？本誌に出てなかったやつも載ってるんだよね。アスカさん書いてるよね、本誌に出てなかったやつも。ああ、はい。ちっこいのですか？ちっこい。でかいけどちっこい。ちっこいけどでかい。これで合ってますか？どれをしてる？なんか、何発光している？ああ、カブ発ト光ムしていシるのね。上。あ、カブトムシの幼虫とか、これカブトムシの幼虫やんな。すそうごでいす今ね。更やけど。せやオオんスな。カシバちゃんの幼虫。そう。さすがね、芋虫の方なんで。これでちょっと、本誌にはちょっと出てなかった。幼虫とかもね。そう、好出きちだゃっかたらり幼とかし虫になっまちゃった。す。幼虫がね。まあ、カブトムシの幼虫は輪翅目じゃないけどね。かわいいんで。かわいいんで。かわいいんで。かわいいって言ったら大体 OK みたいなとこあるよね。はい。書いてもらっております。ひ、かわいいんで、ぜひぜひ、いろんな方に見ていただきた見ていただきたいよね。い。うん。本当に。頑張ってたくさんの人に見てもらうぞって感じでいえ、ね。イェイ。はい。何喋ってたかな？最何初の喋ろっ出か会い？ あ、最最初初のの出出会い会い？喋ってたね。はい。はい。そこからたくさん書いてもらったぞっていうところで、この、まあ、芋虫と見る虫、まあ、出来上がったんだけどね。
何聞こうかな。豊島さん聞きたいこととかある？あ、アスカさんに。これ喋りすぎだよね。せっかくだからアスカさんにもっと喋ってもらいたいよね。そうですね、大事。そうですめっね。ちごゃ大めん。事。うん。そうですね、なんか普ちょっ段と。とか、まあ、ツイッターとかでイラストは私もよく拝見してるんですけど、他でイラストとかなんか書いてたりとか、なんか、アスカさんの絵ってどういうとこで見れるんだろうとかっていうのは、素朴な疑問でございます。ああ、でも、主にツイッターに生息してますね。生息。水灰だから。ぜひともそのまま俳人化しといていただけると、世の中にこう供給が。あれ、才能だよね。ツイッターに住めるっていうのは。めっちゃかわいい。僕、だって、無理だもん。ツイッターに住めないもん。いや、頑張るけど。うん。ママちゃん、でも虫見るに住んどいてくださ虫見るに住んでるんだけど。虫見るに住んでるってどこだ？ ウェブサイト。うん、ウェブサイトね。あ、でも、アスカさんもね、今ここに QR コードも出してもらってますけど、うん、ブログの方でも出してますよね。まあ、漫出画しのて方。ね。うでも、ん。主にそのツイッターのまとめであったりだとか、うんうん。ではあるので。なるほどね。いいですね。なんか、どんうん。どん増えていくのも楽しみだなとか、アスカさんどんな方なんだろうとかって、この前私も、ほうほうほうと思って、見てました。楽しいなと思って。ね。はい。せっかくがブログの紹介とかもしとくわ、あすかさん。どんな感じのブログだよって。ああ、そうね。まあ、ツイッターだけだと、割とその一枚、ちょこっとした文章とかで済ませて、で、どんどんネットの海に流れてっちゃったりするんですけど、まあ、ブログだと結構まとめて何枚か載せられたりだとか、なんか文章とかも割と長く、こうこうこういうあれで、あれしてます、みたいなのをつけてやってたりするので、まあ、ブログで見ていただくのも面白いんじゃないかなと。くだらない日常とかも日記みたいにしてやってるんで。なんか、軽い読み物感覚で楽しんでいただけたらな、みたいな。いいですね。いいですね。あれっこんてななん感じよか、ね。ん？あれってなんかツイッターからこうブログにアップするもの、しないものとかってあるんですか？全部ブログに入っていくんですか？まあ割と、ただの落書きみたいなのはあんまり入っていかないんですけど、ちゃんと書いた漫画とかはブログに入っていきます。ほう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 。たまにじゃあ私もね、覗きに行きます。はい。だから、あれかな？最新情報はツイッターで。で、またなんかいろいろ、アスカさんの見たいなと思ったらブログに行くのがいい感じなのかな？そんな感じですね。いいですね。いいですね。ああ。虫ブ見ロるグ。もウェブ中心にやってるのはやっぱね、流れていかないとかね、やっぱ大事にしたいなと思ったんで、ウェブ中心で始めたので。そう。ブログいいと思います。また僕も覗きに行きます。何気にアスカさんの、人間の方の生態とかも分かったりするし。個人的に面白かった。ね。でも普段はあれだね。今更やけどアスカさんめっちゃ顔出してくれてんだよね。おう。いいんです最か？初と。顔は出さないかなと思って声かけてたんだけどね。もろ出しだね。いいか、かわいいし。もろだし、まあ別に出したくないみたいな意思はないので。はいはいはいはまあせっかくお二人も顔出してやられてるんだしな、みたいい。合わせとこうぜ、みたいな。な。いける。どうせ生き物屋にも行くし、みたいな。もう何も怖くない。何も怖くない。怖いことは基本ない。怖いことは基本ないよ。みんな優しいよ。みんな優しいよって誰に警戒してるのかわからんけどね。怖いことあったらすぐ相談してください。そうだね。はい。何の話やってやつですね。何の話やってなるけどね。ねえ。
まあ、顔の話やと、あれかな、アイコンとか、アスカさんのアイコン、今画面にも上にちらって出てるけど、まあ、サシだとこの真ん中の子だよね。大これ紫。なん、うん、大紫の芋虫ちゃんだよね。なんで大紫なの？教えてくださる。何？気になんる。で大紫なの？そう。まずそのツイッターのアイコンが分かりやすいものにしたいなって思ってて、最初は。はいはいはい。もう結構ツイッターってスン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 流れてって、名前よりもアイコンでそのアカウントを判断してる人も結構多いと思うので、パッと見たときに、あ、この人みたいに、まあ、虫の人だみたいに分かるようなアイコンが良かったのと、まあ、大紫の幼虫って結構顔面のビジュアルがいいんで、おお。的な 的な。的な。最強に大紫が好きやったとかでもなくか。とかでもなんか、あと、口 がとしかなでいもないみな。たいな。口 調なだるよほなっど。ていうのと、まあ、書きやすいよねっていうのと、なんか、その、キュートさの種類がわかりやすいっていうか、その、でも可愛いよね。だってそういうとこで僕も覚えてで、やっぱ声かけてるわけだし。網に引っかかりましたね、アスカさ網に引っかかった。ん。言い方よ。いい網です。ねえ、でもまあ、国蝶だしっていうのがあるからあれかな。顔だけだったらね、ここ隠したらね、ゴマダラチョウかな？大紫かな？みたいなね。マニアックなとこがあるんだよね、昆虫の世界は。まあね。まあでもやっぱ。ね、ゴマダラチョウとかに失礼かもしれないけど、やっぱ大紫の方がかっこいいじゃん、みたいな。なんか、あちちょっと、ゃー！失礼やん、みたいな。趣国味。蝶やしな。趣味。趣味やからね。こういうのは趣味やからね。自分の好きな昆虫でいいよね。だから大紫ちゃん。じゃあ、こっちも聞いていいのかな？名前の由来とか。大紫いもちゃんとかじゃないじゃん、名前が。カササゴアスカじゃん。ああ、踊由りの。来とかって聞いてもいいかな。まあ、これは、あれですね。昔使ってたペンネームの一部と、自分の名前の融合みたいな感じですね。自分の名前とって言っちゃったから、アスカ本名って言っちゃったようなもんだけど、大丈夫？あ、大丈夫。別 に、大丈夫。恐れることはないんで。恐れることは何もない。強い。いいね。まあ僕らも本名丸出しやからあれやけど。確かに ペン強ネーい。ム何もねあれ、えっていう。豊島って本名なんですか？そうそう、そでうきです。すぎな名前やけどね。できすぎな名前で、絶対ペンネームだと思う。抵ペ抗ンでネーきムない。できすぎる。あれ今日最初やってたっけ？いつもの自己紹介で今日やってたっけ？はい。大阪府でグラフィックデザイナーをやってます。豊かな島の夏の海と書いて、豊島夏海でございます。よろしくお願いします。はい、これがいつもの豊島さんですね。なんか知らんけど、いつも普通に言ってるはずなのに、今すっごい照れてたけどね。めっちゃ暑いです、今。そう、この最高にできた名前が本名なんですよ。いい名前でいただきました。何の話やですね、本当に。何の話やわ。カササゴさんの話やけどそうね。そうそう。まあ、じゃあ、ペンネームがカササゴやったってことなのかな？そうです。なんかちょっと違うんですけど、一文字ぐらい違うんですけど、なんか似たようなペンネームだった。一文字違うんやったら元がただのカサゴやったんじゃないかとか想像してまうんやけど。なんかそんな感じです。あ、そんな感じなん。あまり突き詰めてはいけないかもしれない。あ、そうな。わ からない。創作の世界はいろいろあるから。そうだね。で、最終的にその元々のペンネームからちょっともじったカササゴと、アスカがくっついてカササゴアスカになったんかな。
呼びやすいのか呼びにくいのか難しいとこやけど。かわいいんですよね、全部ひらがなで。そうだよね。紙面作ってても、村松さん、漢字4文字。で、私、画数多いんで、仰々しいんで、いつも硬いなと思ってますけど、横に今回のこの冊子も、笠田五明って並ぶと、柔らかいなと思って見てました。かわいいなと思ってます。いいよね。あと全然理由ないかもやけど、カササゴアスカがひらがななのもなんかあったりする？ひらがななのは、でもちょっとあったかもしれない。どんな名前にするにせよ、ひらがなにしようと思ってたのは、最初割と子供向けの漫画とかを描きたいなと思ったからです。読みやすさ。なるほどね。これ、子供から大人までいけるやつなんで。子供から大人までいけるやつなんで、バッチリじゃないかと。へこへこ。結構行こへこへこ。う。はい。いいですね。いろいろ。ね、アイコンから名前の由来まで聞けました。他なんか聞いてみたいことある？豊島さん。そうだなぁ。そうだなぁ。私、コピー、デザインやってるんで、文章とかコピーとかっていう、分野もあって、それ結構苦手なタイプなんですけど、あすかさん、そう、キャッチコピーとかも苦手で。で、4コマ漫画の時、いつも冊子、こっちのブックレットの時、タイトル決めてくれるじゃないですか。あれってどうやって考えてるとかあるんですか？もう、パーって決めてます。フィーリングだった。そうフィーリング大事やね。作家だもの。そうですよね。真似ができない。そう。せやな、フィーリングは真似ができへんから、作家やからな。ファっていうか、4コマ漫画なので、タイトルが5コマ目っていう意味になるようにしてます。結構。結構深いの出たんじゃないの？タイトルは5コマ目って思ってます。ちょっと読み直したい。ちょっでともたま私も。にファって決めてるんで例外もあるんですけど。例外出ちゃうんだって。でもこれはきっと5コマ目だとか。楽しみ方増えますね、それ。そうだね。これを見てくれた人だけがちょっとそこ楽しめるやつだね。いいね。面白い話が聞きました。4コマってコマが4つしかないので、スッと読んだだけでは内容分かりにくかったり、本当は分かりにくくなっちゃいけないんですけど、分かりにくいこともあると思うんだけど、タイトル見たら、ああってなるみたいなのを目指してます。こういうことか、みたいな。ありがとうございます。15号のやつも楽しみにしておきます。ほうほうほう。次のやつな。そうです、そうです。次のやつあれな。あれです、あれです。あれな。あれ。ここ3人しかわかんないやつ。これも3人しかわからへんやつやけど、今ちょっと一瞬豊島さん忘れてるんじゃないかって、ちょっとこっちが今不安になったやつやな。そうです。30分前までデータ開いてたんだけどなって一瞬ああ、ちょっそっとか。焦りました。すみません。はい。毎度、アスカさんにもちょっとこっちに合わせてもらって深夜に収録しております。ありがとうございます。そうだね。いや、あと、どうだろう。アスカさんも、なんかせっかく今出てるから、私これ喋りたいわ、みたいなネタある？好きなこと喋って。いい喋よ。りたいネタ、いやー、考えてこなかった。考えてこなかった。で、やっぱこっちから振ろうか。どれにしようかな。ネタはね、出してんだ。
あ、でもこれは聞いとこうかな。なんか昔の、さっきのね、出会いの話にちょっとつながるかなっていうのもあるんだけど、なんかね、月刊もし見るでって言った時にね、やっぱやりたい仕事やりたくない仕事とかね、まあ書きたい漫画、書きたくない漫画とかもあるんじゃないかなとは思うんだけど、まあぜひやりたいなって最初言ってくれた、なんか理由みたいなのがあったらちょっと、せっかくやから今ちょっと聞いておきたいかな。ああ、やりたい理由 まあってか 初めて聞く言葉だな、みたいな。なんでしょうね。私、もともと結構、虫見るのサイトも見てたので、ああ、そうなんだ。ありがとうございます。拝見してもろてたんで、で、なんか、サッシも作ってるんだよ。面白いことやられてるんですね、みたいな。いや、私、ないです、みたいな。そんな感じだったんだね。じゃあ、もともと知ってもらえてたんだ。嬉しいね。うん。ありがたや。ありがたや、ありがたや。そうだね。ああ、なるほど、なるほど。私、一個質問あります。お二人にかもしれないけど。うん。私は普段制作、ま、ブックレットをこっちの方を作らせてもらうとき、もう最後の方、これ今回の漫画ですって上がってくるんですけど、二人の間でどういうやりとりで漫画できてるんですか？どういうやりとり？どういうやりとり？でも、ほぼお任せしてるよね。そうですね、この虫で行きますっていうのが来て、で、私がもう、うわーって書いた、めちゃくちゃな、かろうじて字が読める程度のラフを村松さんに投げて、こんな感じでどうすかって。それで、そうそ OK、う。うん。みたいな。そうでは、そう。清書します。って感じです。結構そのお話考えるのって、飛鳥さん的に面白いなとか思ってるポイント組み込んでるかなと思うんですけど、そういう感じでやってるんですか？どういう面白さとか見つけるのどうしてはんのかなとかって思いながら。どうやって、そフィーリングやんな。あらら。全部知ってる昆虫ばっかりなんですか？今まで書いてるやつって。あ、でも、わりかし知ってる昆虫ばっかり。いや、でも、この間のヤシオオサムシは、ちょっと、聞き馴染みはなかったですね。あれな。ちょっとこれには載ってないけどね。そう、14個に載ってるやつだ。そう。まあでもこっちからも一応これ参考資料になりますよっていうので、ムシミルのリンクの方ちょっと送らせてもらったりとかでね。まあ見てもらって。なる多ほど分そのね。中から、ここら辺面白いかなみたいなところを選んでもらってるんだろうなとは思ってる。で、ほんまの最初の頃はなんかこの昆虫やったらここら辺とかここら辺とかここら辺が面白いポイントかなみたいなのを投げてたような気もするんだけど、もうなんかちょっと慣れてきたらね、アスカさんのフィーリングの方が僕は大事にしたいかなっていうのもあるから、もうほぼお任せだよね。あとほんと細かいとこだもんね。最初はもっと細やかにやってた気がしますね。一番最初の一本目とかは、あれなんだ、オンブバッタだね。オンブバッタとかはね、豊島さんもね、入ってもらって、デザインにどうやって合わせていこうかっていう話とかまで、あの時だけね、させてもらってたけど、あとはもう最近はもうアスカさんにお任せしている部分がやっぱ大きいよね。大きいです。なるほどです。ありがとうござい人ます。も割とね、ギリギリになっちゃうし、ね、申し訳ないです。割と。結構、質でお渡す。もう、ブックレットも本当すいませんでした。この場を借りて謝罪します。いや、こんなとこで謝らんでいいよ。出来上がってるし、ちゃんと。いや、よかったよかった。めっちゃ可愛いんで、本当に見ていただい大て。丈夫、大丈夫。私、あれ、ねね、10月1日を9月31日と言い張ることで、事なきを得たつもりになってたんですけど。
全ああ、そこはね、こっち勘違いしてないから大丈夫。うん、勘違いせずに飲み込んだっていうのも言い方あれかな。大丈夫、大丈夫。出来上がってるから。私、こんななんか、かわいい。まあ、普段、会社さんとかの冊子とかは作ることありますけど、こういうなんか、かわいい感じのやつって、あんま作らないんで、すごい楽しかったです。うん、そう言ってもらえると嬉しい。でも、豊島さん、ほんと結構かっちりしたやつとか作ってもね、仕事だと。そう、かっちりしてるか、頑張ってアホになるか、きれいめ系とか。頑張ってアホになるかのワードが引っかかってしまったけど。どんな仕事してんの？やちょっめとよ全然ブックレットに関係ないとこに食いついてもうたけど。でもご提案の中でね、かっちりしてるうん。な、きれいめな、これは抑えだ。あとは、私がアホになって、アホ100%の通信を表現する案を盛あ、り込だむ。だだだと並べて。そう。で、大それ、体アホ最な案が選ばれた時にめっちゃ困るやつじゃん。あちゃーってなりますね。あ、違う。これ選んじゃったかーみたいになるやつやん。あ、頑張らなあかんってなって。そうやな。めっちゃ詰めるのに時間かかります、そこから。なるほどな。いやはい。松尾島さんの仕事の裏話までありがとうございま 失礼しました、この場で。す。はい。あと、そうだな。あとはちょっと、やっぱ書くときになんかね、さっきのタイトルはね、5コマ目とか、そんなもあるかもしれないけど、なんか漫画書くときに、4コマじゃなくてもいいんだけど、書くときにちょっと意識してることとかあったら、ね、せっかくがアスカさんの紹介も兼ねてね、私のこだわりですみたいなのをちょっと聞かせていただけると嬉しいかな。こだわり、うん。気をつけてることってほどではないんですけど、私が結構虫の漫画描くとき、割とその登場人物、虫物、うん。虫、登場、虫物や登ね。場人物たちがすごい流暢に喋るっていう うん。のがこだわり。なんかその虫ってあんま悠長にさ、喋らなさそうじゃないですか。ああ、なんか、ギチギチっぽい感じ？ギチギチっぽい感じ。ああ、なんなるほどか、ね。やたらその、スラスラ喋らせるのが地味なこだわりです。おー、そうなんや。まさかの絵のところじゃなかった。漫画という観点において、絵のところだと、まあ、うん。そうですね。デフォルメしすぎないみたいな。あー、デフォルメしてるけど、しすぎないみたいなとこなのかな。足の数うん。を絶対減らさないって思ってます。あ。ちゃんとね、はい。3本3本で6本あります。大事だね。ダンゴムシ書いてもらおうと思ったら大変ですね。いやー、ダンゴムシか。ダンゴムシか。あ、何本やったっけ？ 16 本やったかな？あ、生まれたての時だけ14本とかマニアックな情報もあったはずねんけど。あ、数間違えてた。数間違えてた。これ恥ずかしいやつやな。詳しくは虫見るで。調べない詳と。しくは虫見るで。自分で書いたやつやけど、詳しくは虫見るで。ねえ。ああ、なるほど、なるほど。大事なポイント。かわポいい。イントは抑えるってとこだね。うん。そんなとこですか。他にもあったりします？いやー、そんなとこですかね。足を減らしたくないっていう。足は大事だよね。昆虫の見どころだもんね。足。足は大事ですよ。そう。めっちゃ尊いけど、でも足が多いから嫌っていう人いるよね。あれ、どう思う？6本ってそんな多いかなって思う。やろ？俺もよく言うんよ。いやいや、僕らの手足、すでに4本ありますけど、2本多いだけですって。そないに変わらん。もう怪力と剛力でそんな変わるか。せやの。怪わかるわかる、そ力れ。で多いから無理みたいな、ちょっとよくわかんないんですよね。うん。確かに、確かに。このぐらいやったら全然圏内だと思うよね。よかった、同じ意見で。まあまあ、ここのメンツでどんだけ喋ってもね、肯定しか出えへんねんけど。じゃあそうなんだと思って聞きながら。ああ、そうなんですよ。豊島さんはね、ちょっとね。
勉強まだ中どっぷり勉強中やけどね。なんで。はい。はい。いや。はい。ありがとうございます。じゃあ、あとちょっとせっかくなんで、ちょっとね、今表紙と裏表紙ぐらいしかね、あんまり見せてないんだけれども、今回書き下ろしも4本書いてもらってるんで、そうなんですよ。ちょっと、1本紹介とかしちゃいましょうか。いいんですか？いいんですね。か？ピャッ。いや。まあ見にくいんでね。まあ、こんないいんですか、いいんですかって言いながらちゃんと準備してるデータがあるので。そうなんですよね。はい。で、ちょっと、カササゴさんにちょっと見どころとか、こだわったポイントとかをちょっと喋ってもらいつつ、やろうかなと。はい。豊私島が、さん、データ見つかある？のですね。いや、ありますよ、ありますよ。でもね、この虫。見えてますか？あ、見えてるよ。はい。おーい。はい、紫しじみちゃんですね、カササゴさん。いいね。紫しじみ好きでした？好きです、紫しじみ。いいよね。めちゃくちゃいい。紫しじみ。むちゃくちゃいい。いや、この漫画好きだわ。俺、この漫画めちゃくちゃ好きだったわ。これはね、普通にツボった。オチがいい。オチがいいし、結構これちゃんと写真にも合わせてくれてんだよね。虫見るの写真にも合わせてくれて、アリに襲われている。まあ、なんか俺が喋るとちょっと気持ち悪いかもしれへんけど、堪忍してな。で、ちゃんと上の写真を見て言ってくれてるとこからスタートしてるんだよね。すそうそうげえそコう、ラこボんな感やもりあったかった。た。うん。もともとのラフでもね、ここに写真が入るってちゃんと指示されてて。そうそうそう。で、せっせって一生懸命助けてあげようとして、うっかり、アリに巻かれ、アリに襲われ。そしてそこからね、なんかこのアリは蜜で操ってるんだよっていうすごいですね。感じなんだけど、そうそう。ねえ、カサゾがこのオチどうやって考えたんこれ。フィーリングです。フィーリングやね、やっぱり。大事やね、フィーリング。どんな味って言って舐めちゃうっていう、大紫の芋ちゃんみたいな。どうなっても知らないよって言って終わる、この感じね。ああ、これいいわーって思って。これは好きだわ。アスカさん好きだわ。アスカさんに告白したわけじゃない。いいな、漫画が好き。ファンです。あわわわわってなっちゃう。ファンです、みたいな。そう。これよかったね。かわいい。あと地味に好きなポイントは、何コマ目になるんだ？ 1、2、3、4コマ目？アリに襲われた後。バッテンの絆創膏ついて出てくる。これめっちゃ可愛いな。ちょっとかじられた。じゃあ、かじられたんやね、結局。かじられたんやな。あいつらかじりよんねんな。ひどいことするわ。痛いんや。いや、まあ実際痛いと思うよ。結構アリにやられること多いですよね。芋虫はね。うちはね。そう。なんか地面歩いてるやつとかやと結構、こういるよね。なんか一生懸命歩いてる芋虫見つけたと思って寄っていくと、もうお尻何匹かこうやってもう絶対離さへんみたいなやつがいたりとかするよね。なんかそんな話をこの漫画見ながらするもんじゃないかもしれへんな。まあちょっとそう平和ね、なでも世そう界。いう背景も、踏まえて書いてますから、この芋虫アリに襲われがちっていう。ああ、なるほどな。だから助けようとしているわけで、みたいな。そうだよね。ちゃんとそういう深いところまであるわけですよ、豊島さん。フィーリングだけじゃなかった。フィルムだけじゃないよ。フィーリングって聞いたから。オチがフィーリングなんだよね、オあ、チなが。るほど、なるほど。そうそうそう。もう流れとね。やっぱそこからこうやって組み立てていく流れとかね。なんかめっちゃ真面目に解説しそうになっちゃう、僕が。ねえ。
いや、でもこの流れ良かった。まあ実際にこの蜜を他の昆虫が舐めてどうなるかとかは、わからんけど、まあ多分大丈夫ではあるんだろうけどね。まあ知らないよ。どうなっても知らないようやから。このなんかこのか過程でなんかあみたいなオチみたいな あ、うん。いいよね、これ。ね、こんな感じで。もし見るでもね、紫しじみは。まあ、幼虫からまで写真きれいに撮ってで観察したのは何気に今年初めてだったので、そこをね、なんかアスカさんに取り上げてもらえて、ちょっと嬉しいですね。うん。そうやったんはい。ですね。そうやった。はい。じゃあ、豊島さん、ありがとうございました。はーい。はーい。じゃあ、いっぱい喋ってきましたけど、そろそろ時間かなと思うんですが。初めてのゲストのアスカさんが、少しはい。ながらになってしま寂しいけどね。でう。も大丈夫。録画してるから。何そ回でれ。もアスカさんに会えます。イエーイ。どんな理屈やイねん。まあ、今度、リアルで会えるしね。そうなんです。はい。ということでね、急にお別れが近づいて宣伝もちょっとだけね、入るんですが、10月の、2022年の10月のね、29日と30日ですね、京都の方でイキモニア2022っていうイベントが、ありますので、そちらの方にムシミルの、ブースで、出展いたします。こっちの、はい、イモムシとミルムシのブックレット。これ実はボリューム1って書いてあるんでね。たくさん売れたら、また1年後ぐらいに、ボリューム2が出るかもしれないぞということでね。はい、ぜひ見かけた方はお手に取っていただけると、嬉しいです。はい。で、なんと、29日、30日、土曜日、日曜日なんですが、日曜日の方はですね、アスカさんも来てくださるということで、よろしかったでしょうか？行くぞと 行くぞと。行くぜ。はい、ということで、行くぜ、京都まで。ありが京都まとで来てくれる。ありがとうございます。う。ありがとうございます。はい、僕らもね、アスカさんに会うの楽しみなんだけれども。はい。アスカさんから直接、このブックレットを受け取れるチャンスでもあったりとかするので、ぜひですね、お近くの方はね、遠方の人しょうがないよね。あんまりね。あれやけど、ぜひ、イベントにも来ていただけると嬉しい思います。思はい。います。助かります。いきもはい。にあ2022です。で、検索とかしたら出てくるよね。はい。いろんはい。な生き物がいるので。はい。イキモニア自体もね、すごく面白いイベントで、今回ブースでね、出させてもらうけれども、今までは僕は普通に見に行く側で行ってたイベントで、結構、昆虫に関わらず結構触手の動いてしまうものが多いんだよね。豊島さんが今回どうなるかわからないけど。そうですね、行ったことないかあ、な。アスカさんは危ないぞ。もう結構握りしめていかんとほんまに欲しいものだらけになるから。お財布のため危に。ないぞ。鉛筆のように金を使ってしまう。そう。俺もブースに戻って釣り用に準備してたのちょっと出してくれへんとか言うたらごめんな、豊島さん。そう。小銭当然にお釣り準備しとかないと。完璧。ねえ、あるかもしれないんですけど。はい。まあ、イキモニアもね、本当に楽しいイベントで、昆虫だけじゃなくてね、いろんな生き物をテーマにしたブースが出るんで、今回も僕、普通に出すけど、やっぱ見る側でもすごい楽しみなイベントですね、やっぱり。はい。まあ、とはいえ自分のブースもね、ちゃんと見ないといけないんで。はい。たくさんの人に見てもらえるように、頑張るぞ。名刺とかショップカードとか、チラシとかも新しく作ったんで。そう。
ここで急に報告かもしれへんけど、アスカさんに書いてもらったムシミルの紹介漫画を、チラシの裏面にババーンって入れたんで、またそれも楽しみにしておいてくやったー。デカデカに使わせていただきました。はい。せっかくこれも出すんやから、もっとアスカさんの漫画も出そうと思って、そっちの方がムシミルの世界が伝わるはずやと信じております。ぜひ。ぜひ。はい。で、遠方で来れないぞっていう方もね、またムシミルの、ネットショップみたいなのもね、ただいま準備中だったりとかするので、そっちの方とかで、また後々にはなるんですけどね、手に入れる、機会もあるかなと思うので、また、ムシミルの情報もね、チェックしていただけたら嬉しいです。はい。そんな感じかな。そいいんなか。感じでしょう。はい。言い忘吉野れさんももない。もういいか。アスカさんに最後になんか言いたいことないか。まあ、来週はいるんで。まあそうやね。会えるっつったばっかりやもんな。会えるのが楽しみだっていう感じ。おお、本当に初めて。私、多分、こうやってお顔を拝見するのも、今日で2回目。2回目じゃないかな。3回ない？ある？ない？とか、そんな感じなんで。まあ2回か3回だよね。そう、だからすごく。私、そう、なんかさっきお話ししたように、普段やりとり私入らないんで。あ、そうだね。いや、僕らも別に顔合わせやってるわけじゃないけどね。メッセージすらもやりとりしないんで、あ、レ確アかだになっね。ていう。はいはい。楽しみにしてま豊島さん忙しいから。寝てね、ちゃんとね。はい。みんな健康で。来あ、週会い健まし康ょ第一で、土う。日の意気込みは頑張るぞ。はい、イはい。イェーイ、楽しェーイ。みにはい。してます。はい、頑張っとていうくこだとさで、い。はい。はい、ここら辺で、そろそろお別れの時間かな、ということで。はい。ではまた、この、動画最後まで見てくださってありがとうございます。ということで、来られる方は、イキモニアでお会いしましょう、ということで。バイバー。また次回は14号の座談会ですかね。14ああ、そうだ号。ね。14号の座談会また取りますね。また出しますよ。それはとい。は別で、これとは別でよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では、ここら辺で、バイバーイ。さよなら。ではでは。バイバーイ。毎度の録画ボタンが見つからない。